ポッチグランパスファンのカリアです。今回はですね、ルヴァンカップグループステージ第4節横浜 FC 戦の振り返り動画になります。はい、で試合の方は2対0でグランパスが勝利しました。木田亮賀選手が2ゴールを挙げるというね、素晴らしい試合だったんですけれども、まずはねスタメンから今日振り返っていきたいと思います。今日は両チームとも前節のリーグ戦からスタメンをだいぶ入れ替えておりますね。グランパスはゴールキーパーが武田選手、3バックは今日藤井選手、中谷選手、丸山選手、その前中盤が高田選手、吉田春樹選手、川面選手、ターレス選手、長澤選手で、酒井選手、木田選手の2トップという形でしたね。で一方の横浜 FC は、ブローダーセン選手ゴールキーパー、4バック橋本選手、モラエス選手、岩竹選手、中村選手、2ボランチに和田選手、ユーリララ選手、その前の3枚が高塩選手、伊藤選手、山下選手で、1トップにマルセロ・ヒアン選手、4-2-3-1 のフォーメーションですかね。で、リザーブがこんな感じ。名古屋の方はゴールキーパー杉本選手、長田選手、豊田選手、山田陸選手、鈴木春人選手、泉選手、レオナルド選手で、横浜 FC の方は遠藤選手、武田選手、西山選手、三田選手、坂本選手、サウロ・ミネイル選手、山根選手。はい、グランパスは今日かなり若手のね起用が目立ちましたね。まあ、リーグ戦にもね出場している高田選手はちょっと置いといて、アンダー21世代が吉田春樹選手、木田選手、長田選手、豊田選手、鈴木選手とね、なんと6人メンバー入りしてるっていうのは、まあ、ちょっと思い切ったメンバー選考だったんじゃないかなっていうふうには思ってますが、まあ、結果的にはそれがね今回当たったわけなので、何が吉と出るか分かりませんね、本当にね。はい、で今日のね、試合の方を振り返っていきたいと思いますけれども、まあ、まずは、どちらかというと横浜ペースで最初は進んでかったかなというところですね。で、まあ、横浜 FC は結構前線から、積極的にプレスかけてきて、ボールを奪ったらそこからもう攻めてくるという感じで、まあ、結構フリーキックとかもあって、フリーキックから武田選手のね好セーブがあって、何度かね、ゴールを救ったというシーンもあったので、かなりね武田選手には今日支えられた試合だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、やっぱり一番のね、決定機はフリーキックのこぼれ球をシュート打たれて、まあ、そのボールも弾いたところに詰められてたんですけれども、運よく正面にね飛んでくれたので、それをしっかり最後抑えられたっていうところで、まあ、そこが得点になってたらまたちょっとね、先制点になってたので変わってたんじゃないかなっていうところはありますけれども、まあそこがねゼロで抑えられたっていうのは結果的に良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。でグランパスの方は、相手にボールを持たせて中盤で刈り取って、そこから、長いパス、縦パスで、相手陣内に切り込んでいくというような、形だったんですけれども、で今日はね、木田選手、ターレス選手、酒井選手と、あと川原選手が結構前線に顔を出してた印象がありますね。まあ、結局得点にはつながらなかったんですけれども、木田選手から川原選手に縦パスで、そこから、ね、ペナルティーエリア内に切り込んでいって、まあ、PK 獲得したりだとか、川原選手もかなり、ね、クロス上げたりとか、チャンスメイクを、ね、してたので、かなりそこは印象的だったかなと思います。で、まあ、前半ね1本目の PK だったんですけれども、で、まあ、トヨタでのね、横浜 FC 戦と同じPK 対決だったんですけれども、酒井選手の、ね、シュートがブローダーセン選手に阻まれてコーナーキックになってしまって、まあ、そこから得点につながってはくるんですけれども、まあ、そこは決めてほしかったなっていうのは正直なところですね。で、まあ、そこからちょっと1人選手が倒れてたので少し間が空いてのコーナーキックだったんですけれども、酒井選手がフリックして、遠いサイドの木田選手がもう相手を完全に振り切ってフリーになっていて、最後押し込んで先制点ということで、まあ、試合後のねインタビューでもあの形は練習してたっていう風な話もあったので、まあ、その練習の成果が出たのは良かったなっていうのと、まあ、チーム歴代最年少得点ということで、まあ、本当に今後にね期待できるような得点だったんじゃないかなっていう風に思いますね。はい、17歳で、ね、J1 で得点っていうのはなかなかないですからね。あれは良かったですね。で、まあ、そのままね、1対0で前半を折り返して後半で、まあ、後半は、まあ、名古屋グランパスペースで最初の方は結構進んでた印象で、ただ、中盤のユーリララ選手にボールを持たれると、まあ、シュート打たれたりだとか、まあ、ちょっと右サイドから崩されかけたりっていうのもあったんですけれども、まあ、シュートまでは行かせなかったりだとか、シュートブロック、シュートも外れたりとか、まあ、危ないシーンもあったんですけれども、
まあ、なんとかねそこをゼロで抑えてた上で、後半追加点が取れたっていうのは良かったですよね。またアレス選手から中央の木田選手にパスが通って、そのパスをワンタッチで相手選手かわしてそのままシュート、もうねゴール右隅にしっかり叩き込んで、追加点ということで、まああれはさすがですね。まあ、ああいうシュートがやっぱり打てるっていうのはストライカーの証だと思うので、 J1 のね、チーム相手にこういうシュートを決められるっていうのは本当に将来期待が持てるような、ね、得点の取り方だったですし、あとはあのゴールセレブレーションもすごい落ち着いてたので、いや本当に今後楽しみな選手がね出てきたなっていうのは正直思いましたね。で、まあ、その後、まあ、守備はグランパスやっぱり安定してるので、まあ、3バック守備の時は5バック気味になるっていう形で、まあ、なかなか横浜 FC にクロスを上げさせなかったっていうのと、横浜 FC の選手が中に、2人ぐらいしか入ってなかったので、まあ、シュートを打たれる心配もそんなになかったかなっていうところで、さらにね、PK で追加点のチャンスを獲得したんですけれどもっていうところだね。右隅にね、いいコースには飛んでたんだけどポストに嫌われて、結局ねレオナルド選手の真ん前に飛んできちゃったんで、まああれは触っちゃいますよね。ただまあ今日はね2本 PK があって2本とも外すっていうのはちょっと今後の課題かなとは思いますね。レオナルド選手はちょっとやっぱり決めてほしかったなっていうのは正直ありますね。まあ、やっぱりねレオナルド選手も去年からずっとゴール生まれてないんで、ここでゴール生まれたらまたさらにね乗ってくるんじゃないかなと思ってたんで、レオナルド選手が蹴るってなっていや決めてくれって思ってたんですけど、うん、残念でしたねそこはね。で、まあ、結局裏に抜け出されて、少しピンチになりかけたことはあったんですけれども、結局そのまま、しっかりクリーンシートをゼロで抑えて、試合を終われたということで、まあ2対0ということで、スコア的にはいい試合だったんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ今日はもう本当に木田選手の2発に尽きると思うので、まあリーグ戦でもね、また出番があってほしいなと思いますので、まあリーグ戦でね今度得点決めたらもうそれは本物の証だと思うので、ぜひね今後の活躍に期待していきたいなと思っております。はい。で、今日のルヴァンカップグループステージ第4節終わった時点でグランパスは勝ち点12ということで、今日の試合の結果で、プライムステージのへの進出が決定しました。今日一緒に横浜 F マリノスも決まりましたね。はい。9月ですね。まあ、まだ先にはなりますけれども、まあ、早い段階で決められたのは良かったんじゃないかなと思いますが、まあ、早い段階でプライムステージへの進出が決まったので、あとのグループステージはねちょっと他の若手選手も試してみてほしいなとは思ったりはしてます。で、グランパス次の試合が今週の日曜日ですね、4月の23日トヨタスタジアムでの湘南ベルマーレ戦ですね。まあ、湘南は今日の、ルヴァンカップは1対1の引き分け浦和とでしたけれども、湘南は今リーグ戦10位ですね。まあ、とは言っても4月の頭のね、ガンバ大阪戦で4ゴール決めた町野選手とか、侮れない選手いっぱいいますんで、注意して戦っていってほしいなと思います。まあ、一応現地に行く予定ですので、グランパスのね勝利の瞬間をみんなと一緒に見れたらいいなと思っております。はい。ということでこのチャンネルではグランパスの観戦ブログだったり感想動画などグランパスを応援する動画を投稿していきます。グランパスファミリーの方もそうでない方もチャンネル登録高評価してもらえるととても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。またね。